せーの、 Happy New Year! Hi, fans in America. This is Homei Kazoku, and the Otakon Live was great. Yeah. We hope to see you again. Mm-hmm. And our special EP, Homei Kazoku, at the animes are available at iTunes. So check it out. まずアメリカでホームメイド家族が、オタコンのライブで、うんファーストギグをね、海外でやらせてもらって本当最高な思い出がね、できましたね、まあこの年になるとなかなかねそのロストバージンする瞬間っていうのがなかなかもうね、なかったりするので、初めて何かこう挑戦させてもらえるっていう場としてもね、海外の人の前で自分たちの日本語の曲を歌えるというね、感動、最高でしたね、あれはやっぱね。よく海外でこの前ライブやった時に、その日本のファンと海外のファンとの違いって何でしたかっていうふうによく聞かれたんですけど、初めてライブをやって思ったことは、そのファンとも国境は関係ないなっていうことをやっぱ思いましたね、日本でね、ライブやった時の、こうキャッチボールしてうまくこうね、ライブが盛り上がってるものと、この前海外でやった時のそのキャッチボールっていうのは言葉の壁すらも超えて、音楽で一つにこう繋がれたっていうね、コネクトできたっていう感じがしたので、あれはすごく自信をもらったし、日本語の曲をもっともっと海外にも広めていきたいなっていうね、そういう気持ちにもなりました、はい。あなたの国にホームメイド家族が来た際にはぜひライブ会場に遊びに来てください。よろしくお願いします。というわけで以上、ホームメイド家族のミクロとクロとゆういちでした。